こんにちは、バールグルメです。皆さん、渋谷で居酒屋に行くときってどうしてますか？センター街だったり、道玄坂だったり、たくさん飲む場所があると思うんですけど、チェーン店や個人店など工夫を凝らした居酒屋が本当に多くて、いざ渋谷に行くとどこで飲むか迷ってしまって、結局いつも同じ店に行っちゃうって方も多いと思うんですよ。そんな方でも渋谷に来るのが楽しくなるような、それでいて意外と渋谷っぽくないようなおしゃれで美味しいお店を、東京出身の僕がこの動画でご紹介したいと思います。たくさんあって絞るのが難しかったんですけど、僕が実際にデートや会食で使用してみて評判も良く本当に美味しかった海鮮居酒屋を4選ご紹介します。渋谷で飲む方の定番のお店もあれば、渋谷で10年以上飲んでるっていう方でも知らないって言われたことのあるお店もありますので、ぜひ最後まで見てどのお店か当ててみてください。まず1店舗目は剛腕っていうお店です。場所はセンター街を抜けて東急ハンズ近くの路地裏の隠れたお店です。大きな看板もないので初めて行かれる方は少し迷ってしまうかもしれませんが、ここは繁華街から外れているので、渋谷のごちゃごちゃした雰囲気が苦手な方でも落ち着いて過ごせると思います。店内はカウンターとテーブル席、外にはテラス席もあります。オープンキッチンのカウンターはカップルがいたり、デート使いもできるお店かなと思います。席の横や店内にメニューのイラストやおすすめが書いてあるので、この辺を頼めば間違いないと思いますし、あとは味はもちろんのこと、珍しい盛り付けやこだわりのあるお皿を使っているので、ビジュアルでも楽しめるメニューが豊富だと思いました。この日は海鮮サラダや刺身などを頼んでみたんですけど、創作料理も本格的なのでメニューにも飽きは来ないのかなと思います。中でも僕のおすすめのメニューはこのエビの踊り食いです。店の奥にある水槽から取り出して新鮮なエビをそのまま刺身で出してくれるんですけど、まだピクピク動いててちょっとびっくりすると思います。食べた後の殻も揚げてくれます。イラストにもあったお酒がこれで、中身はいろいろ種類の選べる日本酒なんですけど、これは竹の器がキンキンに冷えていて、日本酒好きな人はもちろん、日本酒が苦手な方でも竹の器だとおちょこで飲むよりついつい進んじゃうと思います。2店舗目は渋谷駅から道玄坂を少し上がってユニクロの向かいにある金目っていうお店です。比較的駅から近いので初めて渋谷に来る人でも迷わず行けると思います。ここは座敷がメインで靴を脱ぐので、女性と行くときはあらかじめ座敷ってことを伝えた方がいいと思います。奥にカウンターがあって、ボックス席や半個室みたいなところもありました。隣の席が近くて少し騒がしく感じるかもしれないので、初めての2人きりのデートでというよりかは少し親密になってからだったり、合コンなどワイワイ飲む感じには良さそうなお店だと思いました。初めて行くお店でお通しが美味しいと大体当たりだと感じちゃうんですけど、このお店もまさにそれでテンション上がっちゃいました。ここは店名の通り金目鯛を美味しく食べれるお店なんですけど、金目鯛のお刺身はもちろんマグロと金目串っていうのがあって、これは豊洲市場の仲卸で有名な山行さんのマグロを使っているので、まさか渋谷の居酒屋で山行さんのマグロが食べれるとは思いませんでした。3店舗目は東急本店の近くにあって坂を上がったところにある魚心というお店です。ここは道玄坂に向かう小道にあるんですけど、看板が目立つので比較的分かりやすいかなと思います。お店に入ると大きなカウンターがあって、魚のケースがずらっと並んでるお寿司屋さんみたいなお店になっているので、あとはテーブル席や座席のお店もあって、天気もいいのでカジュアルなデートにも使えると思います。このお店は魚屋が母体なので、魚が上がった場所が書いてあったりして話のネタにもなりますし、とにかく新鮮で美味しい海鮮がたくさん食べれるお店です。ここに行ったら必ず頼んでほしいのが刺身の盛り合わせで、これはその日のおすすめが数種類出てくるので、まあ、これを頼んでおけばほぼ間違いないと思います。あとは
僕はトロタクが好きでよく頼むんですけど、もしこのお店に行った際はぜひこちらも注文してみてください。最後のお店は新吉というお店です。場所は宮益坂を上がっていくと渋谷郵便局があって、そこの裏手にあるんですけど、向かいにセブンイレブンがあったり、大きな看板とガラス張りの店内が見えるので見つけやすいと思います。店内はカウンターとテーブル、座敷があるので、いろんなシーンでも使えて、僕らが行った時はオフィスが近いっていうこともあって、会社員の方がすごい多くて、他のものがたくさんいてごちゃごちゃした雰囲気が苦手だなっていう方にもおすすめだと思います。ここのお店は魚まみれっていうのを歌っているので、メニューの魚料理が豊富だし、それに合ったお酒も店員さんが教えてくれるので、美味しく料理やお酒が飲むことができるのがいいと思いました。刺身や煮付けなども美味しいんですけど、少し小腹が空いた時には巻物だったり握りもあるので、これがまた美味しいんですよね。確かわさびの巻物を食べたんですけど、これは癖になりそうでした。あとは締めでラーメンもあったりするので、1軒目でも2軒目でもいつでも行ける使い勝手がいいお店です。渋谷おすすめ海鮮居酒屋4選、どうだったでしょうか。行ったことあるお店や知ってるお店はありましたかね。今回は渋谷の居酒屋だったんですけど、渋谷って本当にお店が多いので、もし他にもおすすめがあったり、あとは動画を見て行かれた方はぜひコメントの方をお待ちしてます。ちなみに今回紹介したお店は飛び込みでも入れるんですけど、確実に行きたい時はあらかじめ予約をして行っていった方がいいと思います。今回僕がなんでこの動画を上げたかっていうと、今の時期飲食店さんって本当に大変だと思うんですよね。そんなお店を応援したいのと、僕が行くお店が潰れてほしくないなって思ってこの動画を始めました。これからは居酒屋だけじゃなくてご飯屋さんだったり、いろんなお店を紹介していくので、一緒に応援してくれる人はぜひチャンネル登録や高評価お願いします。あとはおすすめのお店も教えていただければ今後の参考にもなるので、コメントもお待ちしております。